洗車ブラシって普通は車を洗う道具ですけども、この洗車ブラシはすごく便利なんですね。家の中のお掃除にも使えますのでご紹介します。ホームセンターやカーショップで洗車ブラシが売られてます。安いやつでいいです。これは200円ぐらいのものですね。ボディブラシ用のこの洗車ブラシ、特にこの先割れとなっているのがおすすめです。で、適度な、硬さ、そして髪の毛の枝毛みたいに細かく先が割れてるんですね。これが非常に活躍します。安いやつでいいので、こういった洗車ブラシをご家庭に1本用意をしておくと便利です。網戸掃除は、もちろん、ガラスの掃除にもすごく便利です。そしてこういったレールのところですね、すごく汚れを取ってくれます。キッチンのシンクの中のお掃除に使ったり、特にこの排水口なんかはすごく便利です。なんといってもお風呂掃除にこの洗車ブラシが非常に活躍します。使い方はこのブラシの部分に洗剤を吹きつけます。そして汚れている部分に付けておきます。そしてこのブラシでこすっていきます。他にも蛇口の部分ですとか、鏡にもすごく効果を発揮します。当然浴槽洗いにもすごく便利ですね。この柄がついてるので普通の、スポンジに比べて疲れませんし、力も入りやすいですから、非常にこの取っ手付き柄がついたタイプのこの洗車ブラシ非常に便利です。こちらが先ほど洗車ブラシで掃除した部分、こちらはしてない部分ですね。もう明らかに汚れの落ち方、白さ加減が全然違うと思います。